あと1分、あと1分で48時間、イエス。はい、ってことで皆さん、はい、来ました。48時間経ちましたよ。もう勝った。言いましょう。もう言いましょうか。もう勝ちました。もう余裕。なんかね、悟った。違う。もう僕、悟り開けるんちゃうかなぐらい、もう、すごいなんか今、進んでる。なんかね、脳が進んでる。脳が進んでる。脳が進んでる。頭皮死んでる。脳が進んでる。頭皮死んでる。うん。まぶたがね、ちょっと違和感あるかないかなぐらいのまぶたやけど、もうめっちゃ澄んでる。しかもね、お腹も空いてないと。で、今もう無双モード。72時間、あ、いけますいけますぐらい自信持って言えるわ。これ、マジすごくない？いやもうぶっちゃけもう死ぬかと思ってたもん、もう途中で。初日の朝方か、朝方死ぬー思って、今日の昼前ぐらいか。もうめっちゃ眠たい時あって、やっばいと思ったけど、もう今もう覚醒してる。覚醒してまーす。覚醒してまーす。はい、もうそんぐらい余裕なんでね。何するか。まあ、編集しながら、テレビつけながら。な、ずっと編集してたらまたね、眠たなるタイミングあるからね。テレビ見つつ、深夜テレビやってない時間帯からね、編集しだすかな。ぐらいな感じでね、やっていきたいと思います。ということで、3日目、スターティン！あー、来たー。来たー。60時間来たー。来たー。感じてきた。やばい、マジでやばい。ちょっともうカメラ回ってるっていうことを意識しとかな。マジで寝てまう。もうここまで来て寝るとかもありえへんやろ。あと12時間。今もう無双モード。マジで寝てまう。今もう無双モード。マジで寝てまう。今もう無双モード。今日はね、ちょっと昼ぐらいに眠気覚めるような動画撮りたいと思ってます。ギネスシリーズかつ眠気も覚めるような、それやったらもう嫌がおうでも絶対起きてる。絶対起きるだろうからね。絶対忘れたらあかんのが体重やんね。体重どれぐらい減ってるか。 72.5 やから、まあ3日やからね、どんぐらい減るんかわからんけど、みんな予想しといてや。俺の体重が 72.5 から一体どんだけ落ちてるのか。もうこれで全く逆に落ちてへんかったらびっくりやんね。ちょっとね、3日間断食とか初めてやから分からんけど。はぁ、カメラついてるっていう意識持っとこう。編集しよう編集。トランさん、はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは、ワークです。よろしくお願いします。シューってますけども、この72時間チャレンジしながらもね、ギネスブックにチャレンジしたいと思います。ギネス記録ですね、ごめんなさい、間違えました。ギネスブックじゃない、ギネス記録にチャレンジしたいと思います。今眠たい僕にはね、ぴったりの企画、これギネス出んのちゃうっていうね、ぴったりの企画があるんで、それがこちらです。今日はね、何のギネス記録に挑戦するかと言いますと、 A、 こちらの見てください。20時25分。ぶっちゃけ、もうぶっちゃけます。もうぶっちゃけると、今はそんなに眠くない。で、対してお腹も空いてない状態。もう、力が全然入らんのよね。これ撮る前、ちょっと今お風呂入ってたんですけど、お風呂入ってる時にもう立ってられんくて、もう足プルプルして。ちょっと座りながら座りながら洗おう、みたいな。もうこうやって。でも手も全然握力ないし、って。これはご飯っていらんよ、みんな。あと5分やからね、もう話さして。もう、あれよ、なんでこんな企画やってしまったんやって途中で思ったよ。もう2日目入ったところからもう意味がわからん。もう、ちょっと編集しながらね、これ撮ってたんですけど、俺何を言ってんねん、みたいなね、ことがいっぱい出てきてね、言った覚えもないし、何を言ってんねやろ、みたいな。そんななんやかんや言うときだからあと1分ですよ、もうなんか、どうしよう。めちゃめちゃテンション上がってきてんけど、何これ、何これ、もうなんなんこのときめきは。もう久しぶりに彼女できたみたいな感じ。もうやめて、とっくにライフはゼロよ。ではないんですけどね。はいはいはい。はい、見て見て、72時間達成。もうマジ嬉しい。やば、どうしよう、なんか逆にテンション上がってもう寝れへんかもしれへん。
もう早寝たろうと思ってたんですけどね、みんなが多分一番気になってるところ、体重測っていきたいと思います。はい、マジでやば、マジで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 これやばいやばいやばい。ちょっと待って、みんな何キロやと思います？これ何キロやと思います？ 72.5 でしたよね。3、2、1、こちら見えるかな、見える？ 68.5。 マジで、ちょっと待って、この3日断食だけで4キロ減ってんで、マジで、こわっ。3日間だけよ、衝撃。いやこれね、もし断食3日ぐらいやったらできるわと思う女子とか特にいいんちゃう。でね、この3日間睡眠欲、食欲で性欲と我慢してきたわけですけど、もうぶっちゃけね、性欲は一番下だ、最下位。性欲なんてもうどうでもいい。で2番目が食欲。食欲もね、もうぶっちゃけ我慢できる。お腹すいたらお茶飲めばいいし、で飲んだらなんかスッて入った感じするから、だからまあ食欲も我慢できる。一番辛いのがほんま睡眠。睡眠だけはね、もう何かしないと耐えられへん。もうなんか意識そらしたり、ちょっと熱いシャワー浴びたりとか、そこまでぐらいしないともう耐えられへんから。ということでね、この3つの中ではもう睡眠欲がもうダントツで厳しいです。ということでね、この動画ね、3部作になってると思うけど、見てくれた方、面白かったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ということで、アークでした。はい、ということでね、もう今から速攻で寝ます。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。